ネット競馬ニュースフラッシュ、こんにちは。10月1日のニュースフラッシュを担当いたします、馬事文化応援アイドル、桜花の奇跡の星野ラナです。それではまずこちらのコーナーから。馬体探偵ナナシ。このコーナーは馬体や筋肉を中心に週末のレースのお役立ち情報をお伝えしていくコーナーです。本日考察していきたいレースは中山競馬場で行われるスプリンターズステークスでございます。それでは早速考察してまいりましょう。スプリンターズステークスは秋の G1 シリーズの幕開けを告げる一戦で、国内外からトップスプリンターが集うレースです。やはり上位人気が比較的強く、競馬史にその名を残す一流の馬が快勝するシーンも多く見られる印象ですが、時に紐が荒れて波乱が起こることもある、つかみどころのないレースとなっています。また G1 実績のない馬の激走もあり得る一戦で、セントウルステークスやキーランドカップといった主要前哨戦を走ってきた組と、夏場を休養に当ててきた組の好走例もあり、ローテーションは多数あります。客室的には逃げ先行が優勢です。レースが行われる中山芝 1200m は直線に急な坂があるため、ハイペースになると差し追い込み場の勢いの良さが目立ちます。しかし10月初旬の中山開催は高速馬場になりやすく、切れ味よりもスピードが求められる傾向にあり、快速馬が揃う G1 ともなればその傾向はより顕著になり、スプリンターズステークスに関しては原則逃げ先行有利と考えておいた方が良さそうです。ということで本日のチェックポイントはこちらです。じゃじゃん。上位人気馬に注目、紐は前哨戦組や休養明けに注目、客室は原則逃げ先行が優勢ということで、こちらも条件に合う出走予定メンバーの中から注目していきたい筋肉はこちらです。じゃじゃん。こちらの緑色の部分の宣伝筋に注目していきたいと思います。宣伝筋はお尻の中心に位置する筋肉です。スピード感を出すためにはこちらの筋肉が発達している子がいいなと思います。また短距離に適している丸尻といって、こちらのお尻の頂点のあたりから尻尾の部分までが丸くなっている大馬さんにも、注目していきたいと思います。さてそれでは以上の考察を踏まえまして、ナナシの推し馬ランキング1位から5位まで発表させていただいて、1位の大馬さんの写真を使って皆さんと一緒に馬体探偵していきたいと思います。それではナナシの推し馬ランキング発表です。じゃじゃん。第5位が2頭います。第5位クリノガウディ、エイティンガール。第4位ピクシーナイト。第3位ダノンスマッシュ。第2位チャンダルム。さあそして第1位に輝くのはこちらです。じゃじゃん。レシステンシアということで、ここからは提供いただいた写真とともに皆さんと一緒に馬体探偵してまいりましょう。こちらです。じゃじゃん。レシステンシアは前走のセントウルステークスでスムーズにゲートを出ましたが、2番手の内で先行して進んでいきました。直線で先頭に立ち、ラストは2着の馬に詰め寄られたものの抜かさせずに1着となり、芝 1200m で重賞初制覇となりました。馬体面では注目のこちらの宣伝筋の筋肉がすごく綺麗に盛り上がっておりましたし、レシステンシアはですね、丸すぎず、こちらがですね丸尻すぎず、力強い先行をしてくれそうなお尻の形だなという印象でしたので、今回は全体の筋肉のバランスを見て1位にさせていただきました。以上がナナシの推し馬です。ぜひ5位から2位の大馬さんもナナシと一緒にネット競馬のデータベースにて馬体探偵してみてくださいね。以上本日のネット競馬ニュースフラッシュでした。
バイバーイ。